海を歩いてます。信じられない体験です。ただ歩くときですね、下にサンゴの破片が結構あるんで、気をつけて歩かないと足を切ってしまったりするんでね。しかしこれは信じられない、信じられない体験ですね。スポットは全部回り終わりました。海を歩きましたね。最後はランチ。疲れ果てるほど遊ぶってことが大人になってから基本ね、あまりないと思うんですけど、今日はもうくたくたになるまで遊びましたね。もう自然の中ではみんな子供ですよ。もうね、自然の大きさと雄大さと神秘的、神秘。もう気持ちはね、もう心いっぱい。あとはお腹いっぱいになるだけです。さあ、食事に行きましょう。ダイビングしなかったんだって言われたんですけど、いやライセンス持ってないからって言ったら、いやライセンス持ってなくてもいいよって言われてですね、どういうことって聞いたら、深く入る、深くやっぱ潜っていく、ダイブするためには必要だけども、まあインストラクターがついて本当に5メートルぐらい潜るぐらいだったら、あのライセンスなしでもやらせてるよっていう話でしたね。まあそれはまあ一般的なのか、まあ、ここ独自のねスタイルなのかちょっとわからないんですけども、水中で呼吸をするというちょ未知の体験をねリクエストすればできるようですね。ちょっとここがおそらく有料だと思うんですけど、まあ、スタッフがあのカップルとか中心に結構あのいいカメラで写真を撮って、後でお金をね欲しい人は多分払って手に入れるということだと思うんですけど、そういうシュノーケリングとかいろんなものを設備を道具を借りるのもおそらく有料ですね。なのでツアーに参加する人は、まあ、自前で、ゴーグルですとかシュノーケルを持参する必要がありそうです。まあ、とにかく、まあ、最高でしたねツアーは。やっぱ普段は味わえない経験、やっぱこのクルーザー、まあ、船いいっすね。結構日焼け止め塗ったんですけどね、もう一日船の上にいると結構やっぱり焼けましたね。これで5,000円、信じられないですよ。ちょっとしたね観光船の遊覧でも2,000〜3,000円ぐらい取られるんじゃないですかね。まあ、ここら辺がエジプトのメリットというか、非常にこう物価も安いですし、またダハブでブルーホールですか、
ちょっといろいろね潜ってみたりとか、あとは私が一番楽しみにしている市内山の登山、これもね参加していきたいと思います。Передаю привет из Украины. Банда Олейника. Мы познайомились, не знаю, як тобі сказати, але слава Україні, glory of Ukraine. Окей, thank you. Thank you. 完全に何を言ってるのか分かんなかったんですけど、彼は有名なブロガーでした。では。